彼女は不眠症ではない。まるで眠ったことがないのである。生まれてからずっと起き続けている。おそらく育児は大変だったはずである。両親とも若くして亡くなっている。疲労すれば眠くなるであろう。しかし、彼女は疲れを知らない。小さな海なら、端から端まで泳ぎ切ってしまう。それこそ、一睡もせずに。退屈すれば眠くなるもの。ところが彼女は飽きることがない。百科事典全巻を十回だって読み返す。睡眠薬も催眠術も彼女には効かない。致死量を飲んでも綱渡りができる。催眠術師は先に眠ってしまう。別に眠りたいとは思わない。けれど、夢は見てみたい。彼女は夢を見たことがない。だから彼女の夢は夢を見ること。まだ見ぬ夢について彼女は考える。あるいはそんな彼女こそ誰かの夢かもしれないのだけれど。